京都知事小池百合子でございます。寒いところこんなにたくさんの皆様方が石川雅美候補のためにお集まりいただきました。本当にありがとうございます。私からも感謝を申し上げます。ありがとうございます。千代田区東京23区の中のど真ん中のど真ん中、その区長選選挙は最後の3日と言いますけれども、まさしくその最後の3日になりつつあるわけでございます。石川雅美候補、もう熱のこもった演説、これ聞いてると多分明日までかかるんじゃないかと思って皆さんに寒いのところ申し訳ないなと思いつつもね、やっぱりこの千代田区にかける思い、千代田区政でもっともっとやらなければならないという具体的な政策、これを語り尽くしたい、そんな思いが私にも伝わってきたわけでございます。この選挙戦、今石川候補もおっしゃいましたように、私にとりましては東京大改革を前に進めるための大変重要な選挙でございます。何としてでも石川候補には勝ってもらいたい、私はそう思っているんですが、皆さんいかがでしょうか。ありがとうございます。東京大改革一体何やるんですか、そういうふうに聞かれます。それはまず東京のこの都政見える化するということであります。あの前の知事が海外にいらした時のあのコピー代がいくら、宿泊費がいくら、会議室がいくら、ちょっとした海外への出張なのに5000万かかってコピー代が 100万円を超えて、コピー機買っちゃった方が早いじゃないのみたいな話ですよね。それが真っ黒系になっていて、何が何だか最初わからなかったけれども、それをペリーッと私剥がしてその中身がわかるようになった。東京の都政を見える化していきましょうよ皆さん。情報を公開する、このことこそ私は東京大改革の第一歩だとこう思っております。そして都庁の、また都議会を含めてでありますけれども、体質を変えていく、このことが一番大きなポイントでもございます。そして都民の皆さんが決める都政、そして都民の皆さんと共に進める都政、このことをお訴えして私の昨年夏の都知事選挙があったわけでございます。その東京大改革の一翼を担って今回の石川雅美候補の選挙、こちらは区民の皆さんが決める、そして区民の皆様方と進める、全く同じことであります。だから東京大改革をこの千代田区で進めていただきたい。さらには改革の、私が申し上げている東京大改革には3つのシティを作りましょう、そのことをお訴えしております。一つは安心安全な街づくり、セーフシティであります。この千代田区にもまだまだ細い道があって、いざとなった時には消防車、救急車、警察の車、なかなか通れないような、そういう地域、ま、そういう地域もございます。しっかりと私は石川区長、皆様方にお選びいただいて、この千代田区をさらに安心安全にしてまいりたい。そしてまたダイバーシティ、誰もが、男性も女性も子どもも大人も障害を持った方もみんなが輝ける、そんな街づくり、これがダイバーシティでございます。そのことを私は石川さんと進めて、さらに進めていく。すごく簡単な話なんですけどね、2020年の東京オリンピック・パラリンピックもそうでありますけれども、今どんどん海外からのお客様がこの東京に来られてますよね。彼らからすればいろんな困ることも、日本語しか通じないとかいろいろあるでしょう。でも意外と一番困ってるのは何かって言ったらね、皆さんご存知？
トイレなんですよ。しゃがむのが苦手ということで、海外からより多くのお客様をこの東京にお迎えするにはですね、このトイレを様式化していこうということ、特に都立の施設についてはこれをしっかり進めていきますが、同じように小中学校のトイレも様式化していきたいと考えております。このことは千代田区で進めるにおいては、やはり石川さんとの連携によって、小学校中学校はこの区の担当になるわけですから、石川さんとの連携によってそのトイレの様式化を進めていきたい、そう思っています。小さな話のようで実は大きいんです。私は阪神大震災を経験いたしました。あの時被災者の方々がお家が壊れて、そしてご家族が亡くなった方も多かった、そういう方々が避難する場所っていうのは、例えば小学校だったり中学校だったりするんですね。おじいちゃんおばあちゃんがその小学校で、そして毛布でうずくまっている姿、私も見てまいりました。励ましてまいりました。そしてそういう方々が一気に小中学校の体育館でその寝っ転がるわけでありますけれども、トイレが使えないんですね。子供さん用の和式のトイレだーっと、ね、並んでるけれども、お年寄りにとってはしゃがむのって結構大変になってるんですよ、高齢化することによって。そうすると、まあ、ここだけの話、出るものも出なくなるんです。これが体に悪いんですね。心理的にも圧迫がある、そういう中においてこのトイレを様式化していくというのは、実は小さい話のようで大変大きなことでございます。今回38億円このトイレの様式化ということに東京都は予算をつけ、ぜひ石川区長に選んでいただいて、そして小中学校千代田区においてのこのトイレの様式化進めていきたいと思っております。そしてダイバーシティ、その大きな役割を担うのは女性であります。働く女性、今や当たり前です。男性も最近はイクメンも増えてまいりました。そういった中でやはり問題となっているのが、まだまだ待機児童が多い。待機児童イコール東京といっても過言ではありません。8000人を超す待機児童、どうやってゼロに持っていくのかというのは私の公約でもあり、そしてまた石川雅美候補の実績でもあるんですね。すでにそのことを成し遂げておられる。そしてまた学童クラブの充実もすでに行っておられる。私は千代田区のモデルをこれを参考にしながら、待機児童ゼロに向けてしっかりと対応してまいりたい。その予算案もメリハリのついた予算案を先日発表させていただいたばかりでございます。そして最後3つ目がスマートシティ、環境に優れたそんな東京にしていくということを申し上げているのが東京大改革。街の美しさ、これには2つあります。例えば私は電柱をなくしたいということをずっと訴えてきて、そして先だって国会において無電柱化推進法案という法が、これが成立をいたしました。私がしつこく衆議院時代に取り組んだその法律がいよいよできました。それを今度は東京都で条例として無電柱化を進めてまいります。これは実はスマートシティであると同時に、最初に申し上げました安全な街、セーフシティにもつながってくる。阪神大震災の時に、あの時私が見た光景は、高速道路がバタンと倒れていた。皆さんも写真などでテレビなどでご存知だったでしょう。でももう一つ、電柱がポキンと折れてるんです。倒れてるんです。さっきの狭い道路のところに電柱があって、それが倒れたらもういけません。何も救いの手を差し伸べられなくなってしまうんですね。ですから無電柱化を進めることによって街の景観を美しくする
と同時にですね、防災の観点からも進める。そして千代田区はこれはまさしく石川雅美区長を務めてこられたその長年の中で、歩きタバコポイ捨て禁止ということ、これを真っ先になさった、条例化されて、そして現実に、あれいくら取られるの2000円取られるんですって、はい、ということを真っ先にされたのも石川雅美候補であります。これは美観という観点からは皆さんのご協力いただかなければならない、そのことを真っ先にされた。私はぜひその方法についても都知事として学ばせていただきたい。さらにはこの千代田区、外国の方もたくさんお住まいでございます。そして今あのアメリカでは新しい大統領がこの国の人はダメと言って追い返すなどして大統領令をバンバン出したりしていて、実は金融機関であるとか西海岸 のいろんな IT 企業などはもう困っちゃってる。私はね、ぜひそういう高度な人材は日本、東京にいらっしゃいとウェルカムしたいですよ。そういう人材は本当にウェルカムであります。そういう意味でも千代田区はこれから国際金融都市の東京の大きな役目を果たしてくれるところでございます。私と石川候補がしっかりと手を組めば、この3つのシティの現を実現する、そして小さな改革、トイレの話も無電柱化の話も小さいようで、その改革が積み重なってどうなるか、東京大改革が成し遂げられるということなんです。どうぞ皆さん、この選挙あとわずかでございます。代理選挙などと言われていますけれども、その通りです。どうぞあのポスターをよくご覧ください。千代田区は印刷業界がたくさんあります。素晴らしい日本のあの印刷技術、お札が透かして見える、そこには透かして見える技術なんていうのは日本の技術ですよ。印刷技術素晴らしいですよ。どうぞあの掲示板に貼ってある3枚のポスター、誰かのポスターを透かしてみてください。どうぞこの戦い、石川雅美候補勝たせてください。そして私と共に東京大改革進めさせてください。千代田区の一票一票、大切な一票一票、どうぞ石川雅美候補にお託しくださいますようよろしくお願いを申し上げまして、私からのお訴えとさせていただきます。最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございました。